皆さん、こんにちは。スマップ解散後も俳優として活躍する木村拓哉さん。2000年に木村拓哉さんが工藤静香さんと結婚したことを発表し、当時のニュースに驚いた人も多いかと思います。そんな木村拓哉さんと工藤静香さんには、長女のココミさんと次女のコウキさんが誕生し、夫婦生活も順調のように見えますよね。しかし、噂では木村拓哉さんと工藤静香さんは、別居していて離婚秒読みと言われています。そこで今回は、木村拓哉さんと工藤静香さんの別居や離婚の真相、木村拓哉さんと工藤静香さんの夫婦仲、また合わせて木村拓哉さんの経歴について合わせてご紹介していきます。まずは木村拓哉さんの簡単なプロフィールから。名前、木村拓哉。生年月日、1972年11月13日。出身地、東京都調布市。身長、176センチメートル。血液型、O 型。東京都調布市で生まれた木村拓哉さんは、千葉市内の公立校の磯部第二小学校に入学します。小学校時代にトム・ソーヤの真似をして全校集会で怒られたエピソードをライブドアニュースが報じています。その後、千葉市内の公立校の磯部第一中学校に入学した木村さんは剣道部に所属しており、千葉県の大会でも優勝経験があるようですが、剣道の段位は取得していないようです。木村さんは小学校時代からやっていた絵画も継続しており、中学時代もコンクールで入賞しています。子供の頃から動物好きだったので、木村さんの当時の夢は獣医でした。そんな中、木村さんは中学3年生の11月に、ジャニーズ事務所に入所していますが、その経緯はなかなか面白いものでした。中学2年生の時におばさんがジャニーズ事務所に、勝手に履歴書を送ったところ、すぐに事務所から連絡が来ました。ところが当時は全く芸能界に興味がなかったことから4回も断っています。しかし5回目のオファーが来た時に、やりたくてもやれない人もいるから1回行ってみなさい、ジャニーっていうのがいるから会ってくれと言われたことで、しぶしぶジャニーズ事務所に行っています。その際にはジャニーズ事務所の社長のジャニー北川さんはてっきり外国人だと思っており、木村さんは、ジャニーさんはどこですか?と聞いたところ、相手は、僕だよ。とりあえず踊っちゃいなよ、と言われたとのこと。しかしあまりうまく踊ることができず、さらには他の人がかっこよく踊るのが悔しくてやる気になったそうです。ジャニーズ事務所入所後はすぐに男組の、メンバーだった岡本健一さんに目をかけられて可愛がられています。岡本さんは入所直後から木村さんに洋服をあげたり、ご飯に連れて行ったりしており、ギターも教わっています。そのため木村さんも岡本さんを、一番影響を受けた先輩と公言して尊敬しています。高校を卒業した時は、スマップは押しも押されぬアイドルになっていたことから、大学へは進学していません。そして木村さんが高校を卒業した1991年の月に、スマップがファーストシングル、Can't Stop Loving で、メジャーデビューを飾っています。ただし意外にもこの曲はセールスを苦戦して、オリコンランキングでも2位止まりでした。しかしこの年から当時のアイドルグループとしては、異例のバラエティ路線を歩みました。この戦略が当たり、以降はスマップは国民的なアイドルグループに成長しています。木村さんが入学したのは、県立の教学校の小手橋高校です。ちなみにマツコ・デラックスさんは高校時代の同学年で、高校時代は面識がありませんでしたが、後にテレビ番組「夜の巷を徘徊する」で共演が実現しています。マツコさんは人気者だった木村さんのことを覚えており、当時の木村さんがブレザーの襟に芯が入っていない改造制服を着ていたことや、ネクタイの芯を抜いていたことなどを明らかにしています。木村さんは中学校3年生の時にジャニーズ事務所に入所していますが、同校在学時はテレビでの露出が増えると、周囲の嫉妬からいじめに遭っていました。また時には暴走族のメンバーなどに恐喝もされたといいます。しかも芸能人ということで反撃できない中、母親の雅子さんが何度も学校に直談判して木村さんを支えました。そして木村さんは芸能活動が多忙になり、2年時に上がるタイミングで小手橋高校から都立代々木高校に転校します。
この高校は制服や校則のない自由な校風で、仕事と学業を両立しやすかったことや、東京渋谷区というアクセスも良かったことから、2004年3月の閉校まで多くの芸能人を輩出したことで知られています。同じ SMAP の中居正広さんも代々木高校に転校していますが、同校の編入試験では後ろの席の中居さんに答案を見せてあげたエピソードも残っています。またこの高校の合格発表にも中居さんと言っており、中居さんの番号しかなく木村さんは驚愕したとのこと。しかしこれは一般入試の合格番号で、編入試験の合格番号を確認すると2人の番号があったとの裏話もあります。中居さんとはこの高校で同級生になっており、2015年11月のスマップスマップでは高校時代にダブルデートをしたエピソードを明らかにしています。当時の中居さんの彼女の友達が木村さんを気に入っており、中居さんが彼女から頼まれる形で実現しました。4人でディズニーランドを訪れていますが、木村さんと中居さんの彼女の友達は交際には至っていません。また木村さんが高校1年生の時にスマップが結成されると、以降は仕事で多忙になりますが高校は卒業しています。知名度が上昇したことから文化祭にファンが押し寄せて、中居さんと共に2階の窓から逃げ出して近所のファミリーレストランに避難したというエピソードも残っています。後に中居さんとは不仲も報道されたこともありましたが、高校時代は非常に関係が良好だったことがうかがえます。なお後に日本を代表するような人気俳優となる木村さんですが、俳優としてのキャリアは高校時代にスタートしています。他にもスマップとしてアイドル共和国やポップシティ X などのバラエティ番組や音楽番組にも出演していたので、高校時代の後半はかなりの仕事量でした。そんな木村さん、2019年1月3日に発売された週刊文春によると、木村拓哉さんと工藤静香さんは家庭内別居状態ということが報じられていました。ただ2023年現在夫婦が別居しているという情報はありません。木村拓哉さんと工藤静香さんの別居が噂された理由については3つあります。工藤静香が実家の画像をアップ、娘の芸能活動で意見が対立、木村拓哉が家庭内で孤立していた。ここからは順番に詳しくご紹介したいと思います。工藤静香さんは2015年2月8日に放送されたライブモンスターに出演し、この時家のリビングと思われる画像を紹介していました。番組内で紹介した画像は工藤静香さんがインスタでも紹介していたものになっています。しかし工藤静香さんはなぜかインスタにアップしたリビングの画像を削除していました。その理由として、工藤静香さんがアップした画像が工藤静香さんの実家の画像と推測されたためです。実家にいることが噂されると、やはり夫婦仲が良くないように見えてしまいますよね。本当に実家かどうかは不明ではあるものの、噂が広まる前に削除したことで余計に離婚の噂となってしまったのかもしれません。2023年現在、夫婦の子供であるここみさんとこうきさんはどちらも芸能界で活躍しています。しかし当時木村さんは娘さんの芸能活動には反対していたとのこと。また木村さんはスマップを解散してから実はハリウッドの進出を考えていたそうです。しかしその時ちょうど次女のこうきさんが芸能界で活躍するようになりました。そのため木村さんからすると、娘が芸能活動することに加えて自身のハリウッド進出もなくなってしまったことになります。さらに当時の木村さんはメディアで家族の話をすることはありませんでした。もちろん家族の話をしない、仲が悪いというわけではなかったと思いますが、いろいろな情報が錯綜したためこのような噂となったのではないでしょうか。木村拓哉さんと工藤静香さん夫婦にはお子さんが2人いて、どちらも女の子です。工藤静香さんは2人の娘さんとフランス語や英語で話すこともあり、木村拓哉さんが孤立していると噂されるようになりました。さらにお子さんがどちらも女の子ということもあり、家庭内で男性は木村拓哉さんのみ、女の子は年齢を重ねるにつれ父親との接し方が変化する過程もありますよね。こういったことから木村さんが家庭内で孤立しているという噂が広まるようになりました。そして
木村拓哉さんと工藤静香さんは家庭内別居していることから、離婚秒読みや夫婦仲が最悪とも噂されています。しかし木村拓哉さんと工藤静香さんの夫婦仲は最悪で離婚秒読みということはなさそうです。その理由としてネットのニュースを調べたところ、このような記事がありました。毎年恒例の新年会には一家は揃って出席していた。木村拓哉は娘と食事に行くこともある。親子関係はもちろん夫婦関係も良好なのでは。確かに本当に仲が悪いのであれば一家で出かけることはないですよね。新年会にもしっかり出席していたことから、離婚秒読みで夫婦仲が悪いというのはデマと考えて良いかと思います。芸能人ということで、やはり不仲などの情報から離婚や別居はどうしても噂されてしまうかと思います。しかし木村拓哉さんは一度工藤静香さんとのツーショット写真をアップし、二人のお子さんも誕生日などには家族で写っている写真をアップしています。工藤静香さんと木村拓哉さんはどちらも芸能人なので、誕生日など仕事があることもありますよね。しかしそういった時でも必ず家族で一緒にいることを大切にしているのであれば、離婚や夫婦仲が悪いとは考えにくいかと思います。さらに木村拓哉さんは中学生の時から工藤静香さんのファン。家庭内別居の報道や夫婦仲が最悪との噂が事実だとしても、これらの行動からデマで離婚になる可能性は低いのではないでしょうか。また木村拓哉さんの娘にはダウン症だという噂が広がっているようです。木村拓哉さんには長女のココミさんと次女のコウキさんの娘2人がいます。そんな木村拓哉さんの娘は今から15年以上前に生まれましたが、娘がダウン症ではないかと噂され続けてきました。ダウン症が噂され続けたのは次女のコウキさんでした。なぜなら幼い頃から長女であるココミさんの写真は出回っていましたが、次女のコウキさんの写真がほとんどなかったからです。ココミさんの写真はあるのに次女のコウキさんの写真がないので、コキさんだけダウン症ではないかと噂されていたわけです。しかし2018年に次女のコウキさんは三月からコウキとして芸能デビューを果たしました。その時に初めてメディアに顔写真が掲載されましたが、ダウン症とは無縁の顔立ちでした。ということで木村拓哉さんの娘がダウン症というのは全くのデマということです。それでもかつては木村拓哉さんはコウキさんを静岡県の病院に入院させたと噂されたことがあります。静岡の病院にはダウン症の名医がいることで、入院のために別荘を建てたことも噂されました。しかし静岡には木村家が夫妻の趣味であるサーフィンをするために波乗りに来ていたというのが真実でした。また岐阜県の病院でも目撃されたという噂も流れたことがあります。しかし岐阜には映画の撮影のためにロケ地に訪れていたというのが真実でした。それを娘がダウン症で静岡や岐阜の病院に入院させたというとんでもないデマが広がってしまったのです。ということで木村拓哉さんの娘がダウン症という噂は収束しました。三月さんが後期としてメディアに出るまで根拠のない噂が続いていたと思うと、ネット社会の恐ろしいところですね。今後の木村拓哉さんの動向にも注目していきましょう。いかがだったでしょうか。今回は木村拓哉さんと工藤静香さんの別居や離婚の真相、木村拓哉さんと工藤静香さんの夫婦仲、木村拓哉さんの経歴などについてご紹介しました。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。